歴史を紐解けば未来が見える大人の世界史チャンネル、中島浩二です。そして河合塾のカリスマ講師、世界史の青木先生です。よろしくお願いします。イスラエルとパレスチナの話、4回目です、はいはい。まあ、2000年代のパレスチナがどういう状況なのか、はい、前回に続いての話なんですが、あの2000年代特に2005、6年の時期にですね、はい、そのいわゆるパレスチナ人の中で内部対立が激しくなってくると。でガザ地区を拠点にしているいわゆるハマスと、ヨルダン川西岸地区に拠点を持っている PLO の主流派ファタハ、はい、その中心人物はアラファトさんだったんですけどね、アラファトさん亡くなっちゃったんで、アッバスさんという人が、はい、まあ、現在に至るも、指導者として、まあ、君臨をしてるんですけども、アッバス議長、アッバス議長ね、はい、もう80歳超えてますけどね。そうですね、でこのハマスと PLO ファタハとの間での対立が激しくなっている、まあ、対立の構図は非常にもう単純で、はい、イスラエル国家との共存をPLO ファタハは OK するんですね。これに対してハマスの人たちというのはイスラエル国家との共存はもう考えられないと、パレスチナからイスラエルをもう殲滅すると、追っ払っていると、はい、まあ、そういったことをですね訴えていると。で、2006年にですね、そのパレスチナ自治政府で行われた総選挙でハマスが勝利をするんですね。そうなんですよ ね。これがやっぱ国際社会としては意外と、うんうん、あ、そうなの、うん、っていうびっくりした結果だったかな。これもね、という国際社会もびっくりしたし、当然みんなね、その PLO ファタハが優勢だろうと思ってたんですよ、はい、アッバスさんたちが勝つだろうと思ってたんですよ。いや、だから選挙やっていいよっていう話になったんですよね、うん、そうそうそう。ところが蓋を開けてみるとハマスが勝利をした、うん、でこれ投票した人たちも実はびっくりしてたっていう話があってね。いや、だから、うん、まあ そういう話もありますけども、うん、というのもですね、そのパレスチナ自治政府、まあ、あの国家としてはまだ完全に認められてないけども、はい、国際連合なんかには議席を持ってるんですね。で、まあ、そこに住んでいるパレスチナ人の生活が苦しいっていうんで、世界中から支援が集まってくるわけですよ、はい、で日本なんかもこれ支援をしてます、うん、ところがその支援の一部がですね、どうもその PLO の幹部たちの手に入ってしまうと。で一部その汚職がねかなり蔓延してるんではないかと。この話もね、うん、あの実はあるんですよね、うん、でなんかあの一説によるとハマスの人たちは、まあ、ほぼほぼもう汚職がなかったっていうことを、ね、うん、あの少なくとも投票した人たちはそういうふうに認識してたみたいで、だから、まあ、かといってハマスはそのイスラエルとの共存は認めないというので武力闘争を続ける、でそれを嫌悪する人たちもたくさんいたんですよ。ただ現実のパレスチナ自治政府の主流派であった PLO の汚職は許せないんで、まあ、お灸を据えるぐらいの気持ちでね、あの選挙に臨んだんではないかと言われてるんですね。だからハマスが大統領になった時、えっていう感じだったのは、まあ、事実なんですよね。そうらしいですね、うん、はい、でそれをその、ね、中島さんおっしゃったけど国際社会が認めなかったとね。いや、だから結局その選挙をやっていいよって言って、うん、やったらやったでこういう結果になったけど、あ、そんなことになったんだったらチャラねみたいなこれもなんかまた、いや、それはやっぱりね、言っちゃいけないことですよね、うんうん、でハマスは当然怒るわけです。で結局翌年の2007年に PLO 主流派とハマスとの間に武装衝突があって、いや、これがもう本当残念ですよ ね。同じこうパレスチナの人同士がってい う。でこれまあガザの戦闘といってね、で結局これであのパレスチナ人の居住地域ヨルダン川西岸地区はPLO 主流派、はい、そしてガザ地区は、まあ、現在に至るもそのいわゆるハマスが実効支配をするということになったわけですね、うん、で何名も言っているようにハマスはイスラエル国家との共存は認めないというんで、うん、イスラエル政府もですねこの狭い地域ですよガザ地区の周囲を取り囲んで、まあ、経済的な封鎖をすると、はい、で医療品も入っていきにくいし、うん、食料から電力水の供給も制限するという中で、まあ、この辺りからですねガザのことを天井のない監獄と。いや、これなんていうか、いや、だからこう対立とか、うん、そういうふうなことばっかり普通にこう話をしていると、うん、ああそうだよな、水道どうなってんのとか、うん、電気どうなってんの、うん、っていうそういう話になって、うん、でそういう生活インフラを、うん、そういうふうに、まあ、いわゆる兵糧攻めみたいなもんですよね、うん、そうなるともう余計追い詰められるかなと思って。そうなんですよ。で結局そういう状況を打開するためにハマス側からのですね、まあ、ロケット弾を中心とした散発的な攻撃っていうのは
その実効支配をした2007年から実は始まってるんですね、はい、でそれに対してイスラエル軍も当然ながらその反撃をすると、うん、で2007年から2008年の間にですね通称ガザ紛争というのがあって、うん、これでパレスチナ側の死者が1300人イスラエル側の死者、まあ、兵士を中心に死者が20人やっぱあの軍事力の差が大きいんでね。いやだからもう全然数が違うんですよね、うん、実はねでそういう中でこれあんまり日本では報道されなかったけどもあのイスラエル兵士の拉致事件っていうのが実は起こったんですご存じなかったです、はい、これね拉致事件自身が起こったのは2006年、うん、でこれはハマスが前線にいたイスラエル兵士名前がねギルワド・シャリーという人なんですけども、うん、当時18歳ぐらいかなその人を拉致したで彼らを拉致した後で何て言ったかというとイスラエル政府に対して捕まっているハマスの戦闘員これを釈放しろと、まあ、人質の交換ですね、はい、そうですね人質でハマス側は1人、はい、でそれに対してイスラエル側には1000人以上の釈放を要求したわけですよで、まあ、当然ながらイスラエル政府はテロ組織との対応は成立しないと言って拒絶したんですねでハマスがどうしたかというといやイスラエル兵まだ生きてるよと命を助けたいんだったら釈放してくれと、はいはい、これ何回も何回も言っていったんです、うん、そしたらイスラエル国内でこの捕まった兵士を救えというね民衆運動が起こって、うん、でそれをですねもうイスラエル政府も抑え込むことができなくなった、うん、で結局2011年に話し合いが成立して、うん、イスラエル兵1人に対してハマス側の、まあ、いわゆる戦闘員ですね、うん、1027人、うん、交換されたんですね、うん、でまあ後で話すつもりだったけどもあの今回のハマスの攻撃で150数人の、はいまあ、これ市民が中心ですけどね、うん、イスラエル市民を拉致したという話があるんです、はいはいはい、でこれやったのはもちろんその人間の盾として利用するという目的もあったんだろうけども、うん、この時のねそのギルワード・シャリーと拉致事件この成功体験というのがね、うん、かなり大きく影を落としてるんじゃないかなと思ったんですよね、うん、なるほどね、いやあの基本的にイスラエル政府というのはいろんなそのテロ組織との対話拒絶してきたんですよね、はいまあ、一番有名なのが1972年のミュンヘンオリンピックの襲撃事件、はいはいはい、あれもまあ拒絶したじゃないですか、うん、でもこの時は OK したんですよ、うん、であそういうこともやってたんだなと思って、うん、これちょっとびっくりしたんですけどね、うん、でまあとにかくガザ地区に関しては先も言いましたけど天井のない監獄状態で、はい、200数十万人の人たちがもう日々の生活が本当に大変だと、うんいう状況の中で今年を迎えたわけですね、はい、2023年でこのシリーズ始めるときに言いましたけどもハマスがなぜですねこのタイミングで攻撃をしてきたかいくつかの要因がこれはあるんですけども、はい、一番大きいのはそのガザ地区で生活が、まあ、ガザの住民の生活が困窮する中、うん、その不満がついにですね、うん、フェンスの向こう側のイスラエル国家じゃなくて自分たちのすぐ近くにいるでガザ地区を実効支配しているハマスに向かっていくんですね。今年の7月にこれは結構大きなニュースになりました、はい、あのガザ地区でデモが起こった、うん、誰に対するデモかというと実効支配しているハマスの人たちに対して、うん、おい何もやってくれてねえじゃないかと、うん、何とかしてくれよと、うん、で結局このデモというのは鎮圧されるんですね、うん、ただその鎮圧の動画なんかも拡散されて、うん、そんなにひどい鎮圧は行われてないんだけどもハマスとしてはやっぱこれめちゃくちゃ恐怖したみたいなんですよ、うんこのまま言ったら我々ハマスはガザ地区の人たちからも見捨てられる可能性があるということが一つですね、はいはい、ともう一つは去年の11月12月にですねこのネタニヤフさんを中心とする、はいまあ、右派及び極右の連立政権がイスラエルに誕生したんですね、うんまあ、ネタニヤフさん自身もですね、パレスチナ人のゲリラ組織テロ組織とはまあ共存できないとただ何て言ってるかというとそのいろんなことを起こさないんだったら君たちの存在を認めてやるよと言ってるんですね、うん、あの彼の議論で、まあ、有名なのが完全に武器を置くんだったらば完全なる自治を認めるというふうなことをですね、うん、パレスチナ人の人たちに彼は言ってるんですね。でそのネタニヤフさんよりもはるかに強硬な人たちというのがいて、代表的なのがこの人で、名前なんてかなベンビクールという人なんですけども、うん、ベーまあそれまあいいやそのこういう顔の人なんですよ、ねはい、でとにかくもうイスラエル国家とパレスチナ人の国家は共存できないとでパレスチナは全てユダヤ人のものなんだと彼らを一掃すると、うん、
で、そういったことを訴えている人たちが閣僚に入っちゃったんですね、はい、でこれにですねハマスの人たちが非常にやっぱり、まあ、恐怖心を持ったということですね。でチャイムになったんで、はい、次回はですねその今の状況をめぐる国際関係ですね。いやこれが結局やっぱり、うん、いろんな国が絡んできちゃってっていうところでの、うんうん、やっぱりこう難しさっていうものもあるん で、うん、で結局当事者だけじゃない、うん、まあ、もちろんそれは仲裁するためにっていうところだけれどもそれぞれの国のまあ利害とかそうですねもう絡んできちゃうんで、これ日本もね無関係じゃないんで、いやこれはもう本当に、ね、あのまあ日本はエネルギーっていうねあの話で、あのアラブの社会とこうつながってるんでですね、うん、じゃあ次回、国際関係で見ていきます、うん。